救急車を。大丈夫？二宮明弁護士。この男サイコパス。目的達成のためなら人をも殺す。しかし、なんだお前は。絶対に殺してやる。サイコパス対連続殺人鬼。サイコパスであるのは罪でも何でもない。被害者は斧で頭部を何度も割られ脳を全て取り出されている。怪物の木こりはおばあさんを食べてしまいました。俺たちサイコパスは選ばれた人間なんだよ。もし俺を殺そうって奴がいるなら俺がぶっ殺してやるよ。警察より先にこの怪物マスクを見つけないと。お前は誰だ。化け物になれってゆりらりら自分らしいとやっと思えた。俺に何の恨みなんだ。サイコパスを作り上げたということですか。普通に戻る気はないってこと。私は必ずあなたを逮捕します。許さない。許せるわけないじゃない。許せるな。怪物の木こり。愛する人に殺されるなんてロマンチックじゃないか。